朝こう玄米食べてお味噌汁食べて焼き魚食べてとかそういうことをやってる人でがんになってる人は本当にいません。大体パンが好きパスタが好きっていう人ですよ。ニキルイかメロンパンが圧倒的に美味しいもんね。これからはメロンパンにします。小麦のものを食べなきゃ美味しいとかね。で小麦は信じられないぐらい習慣性が強いです。まあそう中毒性が強いです。でこれはもうお砂糖と同じもう覚醒剤レベルです。私ね酸性のファンには温かい人がいて僕がミスタードーナツを好きだとこの映像で出したらもうすぐミスタードーナツを買ってきてくれる人がいるんですよ。嬉しいね本当。なんでパスタが美味しいように食べちゃいけないんですかって言ってがんになってる人がたくさんうちのクリニック来てます。